さて、吉野家専用駐車場ここにちょっと停めさせてもらいました。早速チェックインしていきたいと思います。お、なるほどなるほど。こんな感じのイヤホンになりますね。で、お部屋の方が小栗半官。そうすると、こんな感じのね、4畳半の部屋となっております。ちょっと荷物をね、置いて汚らしい感じになってますけど、はい、これがね、なんと外にはね、壺湯の方もあるわけですよ。窓からは湯飲みで温泉街が一望できる感じですね。いや、いいね。いざ外へ。こちらが一応お風呂らしいです。ちょっとその前にね、ちょっと散策をしようかなと思います。この明かりのついているところが私の泊まる部屋ですね。はい、でここが去年の見た壺湯ですね。今日これはいいね、お食事どころ。この旅でね、早速使ってるのは DJI ポケット3ですよ。スリュー民宿マルゲ、暖房完備時なんですよ。うお、しかし本当に異様の匂いがプンプンだね。民宿あずまや荘、ここは一人でも入れるんだが、わずかね、これだけ、これだけの旅館街ですよ。ここがもう共同の駐車場になってて、はい、こちらからこんな感じの温泉街が続くわけですな。これは、あ、これも東屋、抜けの東屋さん。これも古いね。素晴らしい。よいしょ。
はい、録音ドローンの方がね、からオープンでなってるやつをクローズに変えて貸し切り露天風呂です。こっちかな、これか、これだね、はい、これですわ。はい、めっちゃ露天風呂です。どんなもんぐらい露天風呂なのかというと、こんな感じにね、めっちゃ露天風呂です。はい、露天風呂めっちゃ良かったですよ。つぼ湯と一緒でね、多分暑いんでしょうね。水の栓とかね、湯もみ用の板とかがあるんですけど、ちょうど前の方とかがうまく合わせて持ってあったのか、私はそのまま入れるぐらいの暖かさで非常に良かったですね。で、これはいいや。上がってきましたのでね、クローズっていうのを元に戻しておきます。オープン。早朝のルーツ、ちょっと露天風呂の方に入ろうかなと思います。もう手だな、露天風呂入ってきます。吉野屋さんですね。はい、ものすごいバイクが傾いているように見えますけど、これはくぼみの中に立てただけで、バイク自体は倒れてませんよ。こっから引き起こさなきゃいけないな。よっこいしょ。はい、このまま一気にね、熊野本宮さん目指してもよかったんですけど、やっぱりこの雰囲気はいいね。本当に短い温泉街ですけどね。見事な雰囲気ですよ。